はい、皆さんどうもこんにちは、サイクルボーイズの森くんです。さあ今日はですね、今走れる格好してるんですけど、以前、カタカナ禁止の、トーク会やったと思うんですけど、そこで僕が10分間で13回、カタカナを使ったっていうことで、はい、そのご褒美ライドですね。森くん、罰ゲームがご褒美ライドって、いや走ること自体が僕にとってはご褒美ですただ13回間違えて、あと松尾さんも4回間違えてるんですよ。なので、まあ、合計 17×15km 分、まあ、約230ぐらいかな、まあ、なんかそんぐらいの距離になると思うんですけど、まあ後で計算をパッてテロップ入れとくんですけど、はい、ということで走ってきます。ただ走るのも面白くないなと思ったので、今現在名古屋の、熱田神宮に来てます。はい、そう、実はここ松尾さんが以前東京から名古屋ライドで来てた場所になるんですよ。まあ、後ろに熱田神宮の、まあ、入り口があるんですけど、ここからスタートして、まあ、ちょっと大阪を目指そうかなって思います。大阪 の、 あのキャノンボールの地点ですよね。あの大阪市道路指標っていうところにを目指していこうかなと思います。でまたちょくちょく、キャノンボールのコースといえば、まあ、東海道を通るわけなので、まあ、国道1号線付近を通って、まあ、ちょっと東海道53次っていう昔ながらのこの道の名所だったりとか、宿場町をちょっと巡っていきたいなと思いますので、まあ、歴史を感じつつもご褒美ライドをしていくということで、とりあえずこれから愛車のキャノンデールですね、後ろに見えるかな、愛車のこいつにちょっといろいろつけたんですよ。まあ、とりあえず安全考慮してね、まあ、リュックも背負ってるんですけど、まあ、後ろ背中に反射帯もつけてます一応。でまたフロントライトと、まあ、フロントライトと GoPro もつけて安全考慮してこれから向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということでですね、熱田神宮出発してすぐにですね、ここ僕はちょっと名古屋スタートを熱田神宮スタートにした理由の一つですね、七里の渡し跡っていう場所に来ました。ちょっと中入ってみますね。足にも時間にも余裕があるんで、このまま伊勢神宮行きます。まあ、68キロ先の伊勢神宮行きます。伊勢の方来たらなんか1回は行ってみたいなと思って、お土産の赤服で、まあ、ちょっと本店がそこにあるんで一回行ってみたいなと思って、それも含めて、伊勢神宮、まあ、68キロ先かなに寄ってから大阪向かいます。バカだよな、やってて自分でバカだと思うもん。まあロングライドやるときにこうやって距離の変更とかいくらでもできるんですけど、もう2日前ぐらいからちゃんと食べておかないとこうやって力は出せないので、皆さん3食きっちり食べることはスポーツ運動やる上で重要なんで、必ず食べてください。ということで伊勢神宮まで行きたいと思います。現在、三重県の、伊勢島の方、要はもうすぐ伊勢神宮に着きます。いや、くっそ遠い。あ、ここっすね。中入りましょう。入っちゃいけないけど、はい、皆さん、無事伊勢神宮に着きました。ちょっとこれから歩いてですね、赤福本店がここにあるのでちょっと食べに行こうかなって思います。で、自転車なんですけど今押して歩いてます。一言ちゃんと、こういう時は聞いてからいいですかって確認してから行くと安心かなって思います。それじゃあ赤福のとこまで行ってきます。
ごいいただきます。うまい、甘いですね。もお餅、餅がすんごい柔らかいんですよ。なんか赤福のそのお土産もらって食べるのも美味しいんですけど、やばい、もう食感が全然違う。もう溶けるように柔らかいし、ちゃんと噛んでも餅の弾力を保ちつつ、あんこの程よい甘みと相まって美味しい。癖のない甘さって出来たてってこんな美味しいんだって思いました。じゃああとはこうお茶もついてくるのでお茶飲んで、また次の、地点へ出発していきたいと思います。じゃあ行ってみます。はい、急遽カメラ回してるんですけど、コンビニ寄るつもりはなかったんですけど、フレームバッグのチャックが壊れました。はい、ピンセットくっついているところから下、開けられません。ここからもうパッチンってこうボタンが弾切れたような感じでちぎれました。今度はね、東海道53次次の関宿を目指していきたいと思います。現在、三重県の津市に戻ってきてます。これから東海道53次の宿場町の関宿に向かおうとしてるんですけど、めちゃくちゃ風強くて進まない。かれこれ1時間ずっとひっつらしたよ。ひっつ、これから5キロ先の、コンビニに寄ります。で、水分補給、あとは塩分も補給。いや、体内から体冷やさないと多分これダメだ。終わる。関宿着きました。実際に席の音を買ってきました。ちょっといただきます。柔らかクッキー系のお菓子かなと思ったらもちもちしてるんですね。くどい 甘さじゃなくてほのかに甘みを感じますね。優しい味わい、これマジで緑茶に合いそうっす。箱で買えることもできるので、ぜひぜひ関宿来た際来ていただけたら嬉しいです。美味しいです本当に。それじゃあ続き行ってみましょう。次は鈴鹿峠です。はい、ということで、関宿で、江戸のメーカーのお菓子を食べて、まあ、ちょこっと休憩して、これから鈴鹿峠に行きます。現在16時半で、まあ、次のコンビニまで17キロあるんですよ。まあきついな。鈴鹿峠のプロフィールは俺もわからないんで、まあ、なんか下にポンって貼っつけておきますね。まあ、ちょっとこんな感じだよーって。まあ、鈴鹿峠がいわば関宿と、まあ、草津をつなぐ、まあ、道だったんですよね。まあ、今はそこを通ってるっていうのもあるし、で実際にキャノンボールも、まあ、ここを使う人もいれば、まあ、もう一本新しくできた道を使う人もいるってことなんですけど、僕はあえてこっちに行きたいと思います。せえ登れ。じゃあ頑張ろう。お、これはもしかして登り終わった。じゃあ、じゃあメインの登りが終わった。見てください、この景色って言いたいんですけど、真っ暗で橋の中は全然わからん。はい、ということで、いや本当だったら皆さんに琵琶湖を、例えば延暦寺かな、
比叡山延暦寺と紹介したかったんですけど、ちょっと時間もないので、はい、割愛します。はい、琵琶湖終了でございます。はい、じゃあ次は目的地付近でまたつけます。これが、旧東海道の、ゴール地点になる場所ですね。本当は、ここに大阪市の道路指標が立ってあったんですけど、近年で移動になったってことですね。あ、見た目本当にあれですよね、銀座の日本橋と似てますよね。なんか高架橋の下に石橋があるって感じで、ここが旧東海道のゴール地点になります。はい、ということで無事に、目的地である一つの大阪市道路指標っていう、要は国道1号線の現在の、終点となるものになります。こういう風に指標が立ってて、まあ、ここがね、要はキャノンボールの、まあ、ゴール地点として、まあ、目印の一つに活用されてますね。ということで僕の名古屋から大阪の旅、これで終了です。合計約300キロ、疲れました。もう10時55分ですね。時間は11時間31分で僕終わりましたね。はい、疲れたっす。ということで、まあ英語禁止ゲームの、ご褒美ライドはこれにて以上になります。はい、まあ、あとは宿に帰ってゆっくり休みます。皆さん、ということで応援していただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたな。